自分はいかになろうとも万民の生命を助けたい。この上戦争を続けては我が国は焦土となる。そう陛下は申された。陸軍大臣には治安維持のための兵力使用権があります。これを行使していただきたいと思います。丸あがきだ。では辞職して全部ひっくり返してください。私が辞職したところで終戦は揺るがない。全てを放棄しろとおっしゃるんですか。最後のご聖断は下った。大臣の決心変更の理由をお伺いしたい。納得できんならまず私を斬れ。あの身を切ってからやれ。今我が国がなすべきことは戦争終結です。命にかけて本土決戦をお願いします。本土決戦となれば桜はもう咲かないな。連戦連勝陸軍の栄光を守り戦争継続を遂行できるのは閣下だけです。どうやったら戦争を終結させられるか。国の方針を陛下の意思によって決したら天皇にして大元帥に全責任が生じます。戦争の終結についてこれの実現に努力するよう希望する。この戦争を終わらせるために戦った男たち。アナミさんは陸軍の暴発を抑えようと苦労されているようです。我々が戦えるんですよ。辞職して全部ひっくり返してください。それは日本史上最大の決断。国民は苦しんでいる。もう十分待った。この決断が今の日本の平和を作り上げた。日本の一番長い日。私の名によって始められた戦争を私の本心からの言葉で収拾できるならありがたく思う。